いやちょっとね、もう絶望します。すいません。YouTube で動画投稿する者にとって一番辛い出来事が起こりました。それ何かというと、動画が消えたんですよ。撮影したデータが全部消えてたというね、非常事態が起きました。ドラゴンボールヒーローズの連呼動画いつもやってるんですけど、それ撮ったんですよね。結構早い段階で撮ったんですけど、間違ってそれ消しちゃって、もう何でか分かんないですけど消してしまって、データが全部消えました。だからまあカードはあるんですよ。これね、結構やってきましたよ。5万円分ぐらいやったんですけど、レアカードも全部出したんですけど、撮影データがね全部消しちゃったということで、動画出すの遅れてるんですよ。ドラゴンボールやってくれっていう声はあるんですけど、もう本当は完成して出してるはずなんですけど、編集終わったやつね、もうだから3日ぐらいが飛んだみたいなね感じですよね。感覚的に言うと、もうすごい絶望的な状況で、まあ、とりあえずまあでも、もう買っちゃった以上ね、これ紹介せざるを得ないなっていうことで、もうこれ結果分かってるんですよ。俺はもう何入れたか全部分かってるんですけど、それ1枚1枚、まあ、1枚1枚は言い過ぎだから、レアカードは1枚1枚で、ノーマルカードはサラサラっとねご紹介していきたいと思います。まあ、だからちょっとテンション今のところ低いですよね。もういいの取れたんでね。だってこれ500枚出そうと思ったら結構時間かかるんですよ。そもそも出すのに、カード自体をね。で、そっからこうやって見ていくところも動画撮ってですよ。リアクションもしてですよ。しかもすごいいい引きだったんですよ、今回。完引き。全部シークレット出てるんですよね。3種類中3種類ともシークレットが出るという。かなりの神引きを見せたんですけど、それが全部消えるという。まあ、テンションはちょっといまいち上がらないんですけど、とりあえずやっていきましょうか。では、まずノーマルからパラパラっと見ましょうか。まあ、ここはもう言ってもまあ星1、星2なんで、まあ、ほんと流す感じですよね。17号、12号、17号ね。はい、ご飯、あ、これかっこいいとか、セルンと戦う時のご飯やな、これ。クーラー。かっこいいな、クーラー。今回クーラーがね、出てきてるんですよね。星4でも。自動人間ね、ジャシゴ、俺も見てるんでね、これ言っても。あ、見てよこの孫悟空、ちょっとダサいやろ。ゼノとことこ、もう絵がちょっと違うよ。髪型は一緒か。暴れどんな、蘭姉ちゃんみたいなの見えた。ベジータね。ギニュー、ギニューもこれ M 字開脚みたいになってますよ。あー、セルかっこいいな、やっぱり。お、ヤムチャ。これはローガ夫婦剣。ザンギャ懐かしいな、これ。ボージャックとかね、悟空は多分これね、ザンギャとかボージャックとかと同じなんかタイプのやつなんですよね。俺はこれ知らないんですけど、もう顔の色が一緒なんで、ほら兄弟っぽいもんね。そう、関係してそうなんですよね、これ謎。あ、でボージャックね。で、まあこんな感じですね。まあこれはもういいでしょ。まあいいです。これ言ってもノーマルですから。え、誰これ、誰これ。ブージン。あ、これもボージャックとかもあっち系列やな。誰、ブル将軍。うわ、レッドリボン軍や。懐かしいで、これほんま。まあこんな感じでね、ノーマルカードあったといっぱい大量ですよ。まあ、これはまあいいです。次キャンペーン見ましょうか。キャンペーンめっちゃ種類多かったんですよ今回。まずゴジータ GT ね、かっこいいでしょ。すでにかっこいい。3枚でジノニー16個、これは2枚で、ザマス合体懐かしの、これ1枚しか出なかったんですよね。なんとなんと。でジノニー18号、これも3枚で、次これゴハンクス、ご飯とトランクスっていう。うわすごくないこれ。前髪ちょっとだけ紫っていう。うまい。これやばくない、未来。かっこよくはないけどな。合体戦士ゴハンクス、うん、悟空クスとか3つが出てくるんかな。あ、カカロックスか。どっちかって言ったらトランクスとカカロックス。あー、確かに。ナッパもちょっとフュージョンしてほしいけどな、これベジータと。何にも変わらへん。ナジータ、ナジータナジータかベッパ、ベッパやってほしいけど、ちょっとでも今回ね、すごいフュージョン一人だけいたんですよ。ほんまにナッパとベジータみたいな感じの、え、こいつおるんやっていたんですよ、一人だけ。フリーザね。はいはい、ゴテンクス青年期。ケフラですね。ベジット、うわ、3のベジットやな、かっこいいな、うん、でベジークス、ちょっとダサいやな。でこれ今回新しい人造人間21号、これは初めて見た。すごいかっこいいな、可愛いって感じかな。どっちかって女キャラ少ないけど、18号と強なす感じで人気な人やな。セル、これかっこいいデザインやな。悟空ね。でベジータ最後ゴタン、これ俺が言ったとフュージョン。これゴタンって原作でも一応出てくるのが出てくるんですよ、確か。悟空の妄想の中でサタンと俺がフュージョンしたらみたいな感じで出てくるんですけど、まさかこいつが強いんかな俺。いや弱いやろ。ゴタン、ゴタンやばいやろ。ゴタンこれ、ゴタンもさ、ゴッドになれるんかな。いや無理やろ。これ髪の金髪になるんかな、こいつも。一応これミスターサタンと悟空が合体した姿ですね。まさかこれが出てくるとはと思ったな俺。ゴタン、ゴタン。え、こんな感じでキャンペーンは。これも1枚しか出てないんで、まあ、レア度が高いっちゃ高いかもしれんな、もしかしたら。え、次、星さんね。星さんかなり被ってます。人造人間18号。はい、カガロット。ベジッツさん。で、ボージャック。おー。フリーザ。これすごい構えて、フリーザのこれ。で、悟空。悟空多いわ、ほら。で、トランクス未来。で、人造人間16号。もうこの辺も多いですね。もう、星さんはめちゃくちゃ被った。ほら。で、ベジータ。という感じです。種類は少ないもん。まあ、でもこの辺もまあ、査定しても値段はつかないですし、まあ、レア度的にはかなり低い方なんで、まあ、そんなに期待するようなところじゃないんで、もう、さらっと流しました。次からですよ、ポイントはね。じゃあ、見ていきましょうか。星4。じゃあ、いきます。ドン、出ました。はい、なんか見たことあるけどいまいち覚えてない俺は。まあ美少女キャラですね。なんかむっちゃ昔のキャラやった気がするんですけど覚えてないです、あんまり。次ドン、トランクス未来。これでも一番かっこいい時のトランクスか、俺的には。かっこいいな、これ。うん、トランクスって結構ダサい時多いんやけど、俺的にはこれかっこいい時のトランクス。これすごくない、エフェクト。いやー、すごい加工がすごいな、うん、これしかもギャリック砲やねん、技が。ゼロ距離ギャリック砲って、これ、うん、だからベジータの技やん。未来やから出したんやこれ、多分そういうことやな。じゃあ次ドン、孫悟空ゼナ、かっこいいなこれ。4ですね。これ今回エフェクトがすごいかっこいいね、豪華というかさ。瞬間移動10倍カメハメハ、
強いな。やばいな、強すぎるやろ。はい、次いきます。ドン。あ、これね、先に出た新キャラ人造人間25。まあ、これもだから高そうな感じがしてるんですよ、ね、高そうだな、うん、新しいキャラで、しかも、まあ、美少女じゃないですか。バーバラっぽさがある。ドラゴンクエスト、バーバラとマリベルをちょっと足して似合ったような感じ。アブソリュートリリースボール、謎多き人造人間。これは多分ゲームの中で出てくるキャラっぽいですね。見たことないんで俺も。でもう一枚これ出てました。はい、じゃあ次ドン。ベジータ、かっこいいぞこれは。眉毛まで青色。これ5度ですね、ベジータの。青きサイヤ人、かっこいいな。残り4枚、これ残り4枚全部シークレットです。なんとかなり出てました、シークレット。いきますよ、じゃあドン。はい、ゴールデンクーラー。あーね、ゴールデン、ゴールデンフリーザが来てゴールデンクーラーってね。まあ予測はしてましたけど、まあそのまま来るかと。でもゴールデンフリーザの方がかっこいいな、正直。いや、そらな、クーラーもこの携帯のクーラーじゃなくて、もう一個前の携帯が良かったな。あれマルクの方ね、あっちの方がかっこいいから。これちょっとセル感があるやろ。俺でもプラチナクーラーが良かったな、クーラーの場合は。どうせやったらプラチナね。一応これもシーケットでね、ゴールデンスーパーノバ。まあ多分これは安いですね、おそらくですけど。でもデザインがちょっとなんか俺的にはパッと来ないというか、まあ、そもそもは敵キャラなんで、敵キャラ微妙かなっていう。あとはプラスこっちの2枚が高そうなんですね、やけに。見ていきましょうか。これちょっと謎なんですけど、いきますドン。悪のサイヤ人、これちょっと謎やろ。でもかっこええな、俺も。これバットボールご飯なんかなと思ったんやけど。あー、確かに似とるやん、ご飯で。ご飯やん。まあでも正体はわからないです。まあ、仮面のサイヤ人からすげえシンプルだったなっていう。悪のサイヤ人ってシンプルすぎるやろ。前からおったやろっていう、サイヤ人どっちかと悪やったやろ最初っていう感じなんですけどね。まあこいつも正体が次分かりそうですね。まあこれはシークレットでしたね。そしてラスト、おそらくこれが一番高い。いや、まあどっちかですね、このサイヤ人か。でもな、味方なんでね、次のやつが。次多分高いと思います。悟空、うわプラスベジータっていう。かっこいいなこれ。そう、身勝手な極意を極めた時の悟空ですね。白髪の、これめっちゃかっこいい。これもすごいな、これやばいでしょ。これキラー加減がすごいし、白銀の戦士。そう、ベジータもセットでおるやんって。これかっこよすぎるね。身勝手な極意の悟空なんで、これはまあまあ高いんちゃうかなって。高いですねこれは。前も高かったんで、ね、身勝手な極意で。やっぱ悟空は人気あるでしょ、主人公だけあって。一番人気やもんな。それに基本的に味方キャラが高いんですよね、これまでずっと。だからその悪役が高かったことってあんまないから。悪役高かったのセルの時ぐらいかな。それか仮面のサイヤ人の、ああ、まああれも高かった気がするけど。でも基本的に味方キャラが高いっていうのがあるんで、これは高いんちゃうかなと思います。という感じで、こんなにもいいの出てたんですよ。神引きやなこれ、ほんまに。これ今自宅でやってるかちょっとなんか、もしかも俺2回目なんでね。2回目というか、まあとかいうリアクションもないもんな。だって結果分かってますから俺。これすごいの撮れてたんですけどね、マジでいいの。それもまあ、もしかも編集もほぼ終わりかけのやつが消えてますから、すごいね。まあ、編集する前のやつが消えてるんやったら、まだちょっと痛みも和らいでたんですけど、編集終わってすごい手間かけてやつが消えたんで痛いんですよね。カットも字幕もほぼ終わらして、もう残り効果音だけで強くなるところに消えたんですよね。きつかったですね、本当に。これ YouTube あるあるじゃないけど、まあ YouTuber の人は分かってくれると思うんやけど、マジでデータ消えた時の絶望感すごいんやって。もうそれグループ YouTuber でデータ消したやつだったら喧嘩あるで、もしかしたら。そういうのあるで、ほんまに。俺らもやっぱ長いことやっとうから、 YouTube も4年ぐらいやっとうから、ゲーム実況から合わせたら、まあ消えることあるわけよ。俺らそんな多くはなかったんやけど、でもたまにあるよ、やっぱ消えること。あと取り忘れ、押したと思って押してなかったみたいな。それもきついな。それもきつい。録画ボタン押してなかったパターン。それではやっぱ演者的にもお前ふざけんなってなるもんな。いや、そうやね。だって同じリアクションでできひんしさ、一瞬一瞬の勝負やから新鮮さが大事やん、こういうのってさ。確かに。今度はやっぱ一発目が一番いいリアクション取れるやん。だって分かってんわけやからさ。分かっとったらちょっとわざとらしくなる。そう喋りもさ、やっぱ一番冴えとるわけよ一発目が。でも俺もこれもう2回目やからさ、どんな気分で話せばいいかいまいち分からんわけよ。これももう見とわけやもんね。もう知っとわけやからさ。っていうのがあって、やっぱね、消えるって辛いんですよね。5ターンの時のリアクションとかもやっぱり良かったもんな。5ターン出た時ほんま俺もう取りだけだもんな。マジで踊ったもん、ちょっとワンナイトカーニバルぐらいのテンションあったんですよ、本当にね。きつかった。いや、確かに。いや、毎回やっぱチェックするんですよ最後。あ、取るっていう、ちゃんと取るっていう。で、今回取れたんですよ、ちゃんと取れたんですよね。で、取れてて、僕らのチームって基本的に、まあ、カメラからパソコンにダウンロードするんですよね。で、まあ、ダウンロードしたらカメラのやつは消していくんですよ。大量に取るんで、僕らは長時間回すんで、カメラの容量も足りないんで、すぐに消していくんですよね。だからカメラの方ももう元のうちは消えちゃってるんですよ。で、まあ、パソコンの方も消しちゃってたんですよね、間違って。ゴミ箱の方も全部整理してね。だからもうないという悲劇ですよ。辛いでほんま。でも今日は気分転換って言ったらなんですけど、僕基本的に人にあんま会わないんですよ。会うとしても東京でしか会わないんですけど、姫路で YouTube やってる子がいて、で結構有名な子なんですよ、はいはい、その子ともうご飯行くんで、それでちょっと気分リフレッシュしようかなっていうふうに思ってます、まあ、結構誰か気になる人いると思うんで、それをちょっと一瞬だけその動画も回しますね。この動画の後にね、エンディング後回します、気分転換動画で。やっぱ俺もちょっと気分乗ってないんで、ね、今本当にもうちょっと乗らしていきたい気分を、マジで。でも俺姫路で YouTube やっとう子が有名になってくるって思ってなくて、姫路って正直やっぱ田舎やからさ、こういう田舎から出てこんわけよ YouTuber って。なかなか、まあ、おったとしても1万いかへんとか、行ったとしてもまあ2万3万ぐらいのレベルっていう風に思ってたけど、その今回会う子は10万多分超えてたはずだから。まあ何人かいるんですよ、姫路出身で登録10万超えてるの。あの女性 YouTuber だとモエリンさんとかね。ああそうですね。ただ姫路出身なんで、まあ姫路には住んではないですけどね今は。でもその子は、今回会う子は姫路に住んでるらしいんで、だから俺兵庫県で初めて、まあ同世代ではないんですけど、
同じぐらいの年齢、同じぐらいでもないけど、でもまあそんな離れてない年齢で YouTuber 友達ができたなっていう報告ですね。マラソンないわ。もうやめや、こんなもうない。だからその居酒屋行くんやけど、そこの様子ちょっと見てほしいな。うん、やっぱちょっと今気分落ちとるからさ、その状態で終わったらちょっとあれやから、エンディングに入るんやけど、もちろんこのままエンディングに入るんやけど、エンディング後を見てほしいな。その YouTuber も紹介するし、というわけで絶望にまみれたドラゴンボールヒーローズの動画、査定は後日出します。明日ですね、査定の方は店長の方持っていこうと思うので、このドラゴンボールトークの方は店長と盛り上がりたいと思います。まあ多分その頃にはもう俺もテンション回復してるんでね。まあ楽しい動画になってると思います。まあとりあえず今日はもうね、テンション上がりきらないんで、このままエンディング迎えて居酒屋行っていこうと思います。はい、そんな感じで今回の動画がいいと思うことないと思うんですけど、とりあえずチャンネル登録お願いします。よかったらグッドボタンもぜひ、Twitter、Instagram、セカンドチャンネル、ファンクラブやってますんで、また見てください。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。はい、ワンチャンスのワンチャンスじゃん。ワンショットのミッキー、はい、ミッキーって何本名？いや、下の名前がミキヤで。ああ、そういうこと、うん、はい、ディズニーパクったってこと？いや、ディズニーパクってないんや。一応ミッキーね、覚えててください。これ多分今後有名になると思うよ、マジで。で、同じ姫路っていう、俺姫路の YouTuber ってモエリンぐらいしか知らなかったから、まさかこんな登録者10万の YouTuber が生まれとうと思ってなかった。ああ、確かに。しかも会ってびっくりしたから、とりあえずまずイケメンなわけよ。はい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 。 YouTube 一イケメンっていうのはあるかもしれない。まあまあ確かに。いや、で実際見てもイケメンってなかなかおらへん。やっぱちょっとなんか、まあ、頑張って加工してとかっていうやつおるやん。だけど実際ってやっぱイケメンって少ないから、やっぱり。ああ確かに、分かるわそれ。でミッキーは結構普通にイケメン で考え方もねちゃんとしてるんで、まあ、これは伸びるなっていうふうに思いました、ね。で、まあ、さっき初めて会って、まあ、居酒屋行って、で今その帰り、もうどっか撮るとこないかなってなって、まあ、居酒屋ちょっと話に熱中しすぎて撮るの忘れてたんで、まあ、ここで撮りあえず撮ろうかなってことで今撮ってるんですけど、欅坂が好きなんだ。確か。あ、そうっす。欅坂の誰？人手ちって言ってたセンターのコース。ああ、はいはいはい。平手ゆりだね。まあもう王道中の王道というか。どこが魅力？いやもう最初見た時は高3ぐらいかなと思ってたんですけど、年齢見たら中学3年生で中3で、この爆発的な魅力は雰囲気やばいもん。はい、やばいです、マジで。ヒカルさん言ってた通り、なんかピトのみたいな、はい、寝てるピトみたいな。はい、まあ、オーラ持ってるから確かに、はい、もう、うん、目で殺すみたいな感じの、はい、なんかその憑依芸みたいな。あ、一人だけなんかちょっと違うような貫禄があるというか、はい、なのに、うん、番組とかやとやっぱり普通のそういう女の子の人が。ああ、なるほどなるほど。あ、そのギャップがいい。はい、ギャップが。え、結構歴長いもん。デビューが2年前の4月6日なんですけど、うん、僕4月9日からもずっとそこから長くってます、すごいな。でも最初曲からハマったんですよ。ああ、曲確かにええもんな、はい、ちょっとなんか違う毛色の曲というか、はい、アイドルっぽくないやん。そうなんですよ、いい意味で。そこからずっとハマったままです。で、欅坂の動画とかを結構出してるんですよ。まあ、知ってる人は知ってると思うんですよ。もう多分結構有名やと思うから、その欅坂の多分業界では、うん。まあ、もし興味ある方はね、ちょっと概要欄貼ってるんでぜひ見に行ってください。ありがとうございます。欅坂の開封とかやってるの、写真の。あ、そうです。とかでの握手会行ったりとかっていうことやってる。他にもまあメンバー同士でなんかいろいろねやったりとかしてるんで、まあ興味ある方は見てください。22。はい、2です。2で、かなり若いんですけどね。若くて姫路で将来性があるってことで、まあちょっと俺も今後深く仲良くなっていきたいなと思ってるんで、もうちょっと欅坂もコラボしたいから。ああ、ぜひぜひ。コメント欄ではやっぱあるやん、欅坂の開封してほしい。ああ、ありますね、確かに。でも俺 CD 開封せえへんかった理由が、俺正直 CD 開封したところで欅坂のほとんど知らんから、言ってもほんまにもう素人レベルでしか知らんわけよ。いや俺も聞くけど、欅坂のアルバム買ったし、新しいやつ買ったけど、はい、車で聞いとうけど、でもそのレベルなわけよな。メンバー全員のこと知らんし、うんうんうん、それでやって、やっぱ結局そこまでめちゃくちゃファンでもない人間がやるのもどうかなっていうのをやってなかったんですよね。だから次からは本物ガチのファンのミッキーと一緒にやっていけたらなと思ってるんで、一人一人一個ずつ。ああ、解説。はい、あ、これ全員知っとるわけやろ。はい、全員知ってます。もう名前も全員知っとる。はい、もちろん。いや、すごいな、本物ガチでわけやから。え、テレビとかも全部見たやっぱり。ああ、もう見てます。 DVD と CD 全部買ってます。やばいね、そんなやっぱり。普通なんやろ、それもその、まあ、ファンからしたら普通なんやろうけど、うん、まあ、でもほんまにガチで、俺初めて出会ったんで、その欅坂の本当のガチでって。で、知り合えたんで、しかもプラス YouTuber なんで、今後はまあちょっと欅坂系の動画も俺も出していきたかったんで、一緒にちょっとコラボでやっていけたらなと思ってます。逆になんかその聞いたこととかあるの俺に。でも一応 YouTuber 的には先輩なわけや。しかも同じ姫路って結構珍しいというか、うん、多分俺しかおらへんと思う、多分。姫路で今有名な YouTuber って言ったら、まあ、モエリンさんぐらいで、あとプラス、はい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 、なんすか聞くってなったら、やっぱ俺って姫路の中では有名な方なの。いや、もう間違いないですよ。姫路イコールもヒカルさんか姫路とかどっちかっすか今は。まあ、姫路ってほんまに何もないからな。はい、もうほんまに何もないです。
え、でも髪の毛が結構印象的じゃないですか、うん、そうだね。それの理由をそこまでちゃんと詳しく。理由は金髪やったんやけど、元は全部、はい、同じ感じで、はい、だけど金髪やったら俺ヤンキーに見られたわけよ、すごい。ああ、なるほど。で、ヤンキーに見られたらやっぱ印象が悪いやん、はい、っていうことで、なんとか金髪残しながら、金髪が好きやから残しながらなんとかないですかって美容師聞いたら、いや、じゃあツートンしてみたらいいんじゃないって言われて、それでツートンしたのが聞くみたいな。ああ、なるほど。で、ツートンしたらおしゃれな感じに見られたから、うん、まあ、この人おしゃれなんじゃないかみたいなコメントが来たわけよ、その時に、はい、で、あ、じゃあそれツートンで行こうかなっていうのでやり始めて、そしたらなんかトレードマークやってたから、はい、やめるにやめるになって、今ずっとツートンみたいな。なるほど。え、金髪好きなの？やっぱり。あ、好きです。え、ずっと金髪なの？いや、止めたかったんですけど、ダメージがやばくて1年間生え変わるまで我慢して、もう一回金にしました。へえ。金髪でこういう弟がおったらよかったなっていう感じのほんまに優秀なのなっていう、弟がおってよかったなっていう感じなんでね、今後ちょっと俺はマジでゲームも好きらしいんで、だからゲーム実況とかもコラボとかしていけたらなというふうに思ってるんですよね。そんなんできたらほんまにゲーム好きなわけよ。あ、もう好きです。で、趣味も合いそうな気がするから、はいはい、あ、やっぱ女の子も紹介してほしいし、若い子その俺26、7ぐらい、あ、22とか23で、やっぱ4つ差はでかいと思う。こんだけしかもいけるやったら、はい、寄ってくる女もそれは相当なもんちゃうかなっていう、はいはいはい、ぶっちゃけやっぱやばい。まあそれはやっぱり綺麗とか可愛い人は SNS とかそういう人が、あ、なるほど、関わってる人が、あ、はいはいはい、多いと。え、ぶっちゃけはモテてきた、やっぱり。それはもうなんかその、いや、でも告白自分からしかしたことなくて、でも普通に1年半片思いして高校の時振られたりとかは全然あります。あ、そうなんや、はい、へえ。モテモテの人生ってなかったんや、今のところじゃ。そうですね、ピーク小5でした。あ、そんなもんなんや、はい、この顔面を持ちながら結構変わってるかもしれないです。でもなかなか祭りとかも、うん、あんま外出るのよりかは、高校とか行くよりかは家で、はい、あ、なるほど、そういう感じか。イケメンのオタクみたいな。あ、そうっすね、結構。あ、確かに、おる、無駄に男前なんやけど、あ、思って出えへんやつ、そういう感じなんや。結構もうインドア趣味は、へ、大学も飲み会行ったことないし、終電も逃したことないし、はい、やばいな、はい、すぐ帰って。今も大学卒業したわけやろ。はい、大学卒業して YouTube これ初めて、これモテるとしか思えへんもんな。1年後とか YouTuber なんとかランキングってトップとかで来とるかもしれんで、はいはいはい、女の子人気ランキングありえるで。いや、全然ありえるだろ、ほんまに。で、ちなみにチャンネルの比率どれぐらいなの？今は男性 80% です。やっぱそれ欅坂？そうですね、最初は女性の方が多かったんですけど、欅坂のファンからしたらそら最高にいい存在なのな。欅坂を広めてくれるし、しかもほんまに欅坂を愛しとうわけやから、見とって不快にならへんし。あ、俺もだって、まあ、好きやけど素人レベルの好きやから、まあ、全員の名前覚えるまではいかへんもんな。そこまではさすがに難しい、やっぱり。それ覚えとくは覚えとうで、そら菅井優香とか、ね、覚えとく覚えとうけど、全員とまでいかへんもんな。俺 AKB ですら全員言えへんからさ。でも俺 AKB と NMB と乃木坂と欅坂やったらダントツで欅坂推しやから俺。結構今まで AKB とか NMB とかそっち系にハマらず、急に欅からハマった人めちゃめちゃ多いです。やっぱその、はい、歌がいい、暗骨神みたいな、一人で頑張っていけようみたいな感じの歌多いやん、はい、俺もやっぱこういう仕事やから似たような境遇があるというか、歌詞で背中押される曲多いんですよね。メッセージ性強い、うん、強いです、はい、だからいいやな。でも欅坂のことを知っとる子がおるから、これからどんどん知っていけそうな気がしてるんですよ。欅坂知らんやつだけで開封してもさ、もう広がりがないというか、写真で可愛いって言うだけやからさ、この子も可愛いなぐらいしかできんけど、次からはこの子はこう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 ですみたいなぐらい言ってくれるわけやから、はい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 、でしかも俺握手会も行ってみたかったわけ。でもなんか握手会行く知識すらないわけ。でもまあ結構常連で行っとうらしいから、うん、まあ、一緒にちょっと行かしてもらって行ったら、もう実物やっぱりやばい、はい、やばいです。一応実物は見たこと確かあるもんな。あ、そうっす。一応あれ、よくよく考えたら結構間違えて見たから実際。まあでも握手とかしたことないから。ヒカルさんって女の子になって結構ときめいたりとかするんですか？まあ、ときめくしか覚えたことない。基本的にそう、やっぱ基本的に俺ってすぐ早いから、もうちょっと可愛かったら結構すぐパッていくから、気がつくの早いやっぱり。師関係のあんまイメージがなくて。あ、どうなミッキーは？あ、僕も結構でもハマったらその人ずっと感じです。今はじゃあもうテチだけない？一応他のメンバーも握手したりするんですけど、もう逆にテチは好きすぎて、なんか何回も行けないんですよ逆に。あ、近づけ、そういう存在ね。グループ全体としてるんですけど、でもその中でもテチはもうダントツで。ドラマかなんか出る映画やったっけ？あ、そうです、出るよね。決定しました9月に。いびき、はい、俺ね、いや俺漫画読んどうからさ。あ、そうなんすね。そう、めっちゃあっとるで。読んだことある？あの漫画ないっす。あの漫画マジであっとるで。なんかその天才の役なんて、天才でちょっとなんか頭がちょっとおかしいみたいな、うん、なんか理解されへんみたいな感じの天才の主人公なんやけど、それの役やからドンピシャやと俺思ったから。秋元さんとの対談のところ見たからな、ラジオかなんかで、つい電話とかで曲について意見してたりするみたいなこと言ってた。俺結構見とうかな、意外と。それでまた高校1年生とか。いや、そうやねん、やばいっすよね。最近でもなんかな、高校1年生とか高校2年生とかでちょっと怪物が多すぎて、将棋の藤井棋手とか張本選手、若い人怪物級の人がなんか多いから、それに入ると思うやつ。多分アイドルの中でトップでダントツや。闇も見えるのが映画。欅坂トークをちょっとほんまにこれしたいから。今ってなんてガラス割れ、
あ、はい。その次はいつぐらい出るの？まだ未定なんですけど、噂になってるのはその響きのオープニングが欅やるんで、あー話は出てます。あ、それは行きたい。確かに。大体どれぐらい周期出るあれで、3ヶ月に1回とかぐらいですね。握手会ってマジで道並ぶ。種類があって、初回限定版っていうのを買えば全国握手券がついてくるんですけど、それはもう誰でも自由に参加できるやつで、それは結構並ぶんですけど、ネットで通常版を抽選で、それで当選したら個別握手会っていうのに行けて、それはもう部によって時間も分かれてるんで、並ぶ時間もだいぶ短くなって。全国の方はどれぐらい並ぶ？メンバーにもよるんですけど、やっぱテッチって一番人気だ。テチは6枚目 CD 握手会参加してないんですよ。映画の撮影とかで忙しいとか。あ、なるほどなるほど。メンバーによるんですけど、めっちゃ長くて3時間とか。ああ、3時間なんや。もっと長いイメージだったわ。関西とかはまだマシな方、うん、ああ、東京それはそうやな。確かに東京すごいらしいですね。ちなみに握手券って持ってば持つほど握手できるから本番なの？ああ、そうですね。基本1回1枚で一言言って返してもらえるぐらいの感じの流れなんですけど、最後にまとめ出しする人たちがいて、すごい人って。この間生駒ちゃんっていう方が乃木坂卒業したけど、その時はもう最後500枚とか。 500?俺の前何枚買ってんだっけ、あれ。確かあれはあれ200枚ぐらいか。500枚ってことはあれの2倍買ったわけやから。それやばいよね。500枚出してどうなるん？ちなみになんか大体最後は1枚1秒換算かなんかで処理される。500秒。はい。この間聞いたのが関東の会場で、渡辺梨沙っていうメンバーが、その子に卒業とか何パンないんすけど、1000枚。1000秒。しかも1000秒20分ぐらい。女性で、はい。女性？はい。それ20分ずっと握手しようと思う。喋って多分、まあ、女性ってすごいね。しかもほんまに10分やらせてくれるの？喋多分大体マジで、はい、1000枚買っても持たへんけど20分も多分。だってそれだけでも多分計算したら単純に160万ぐらい。確かにな。やばかかってるんで。でも生写真コンプリートするとそれがかかるよな。そうっすね。だって俺一回やって、当時は確かひらがなけやきが多分おらん。あ、おったか。いや、おった。おったか。おったけどなんかちょっと少なかったんじゃない前は。あ、そうっすね。まだ2期生入ってない。いや、ね、今は多いよな。ちょっとはい、ちょっと増えました。だからそれだって結構かかったから、今は多分コンプリートしようってなったら2、300ぐらいは。コンプリートはもうほんまにすごいっすね。最高名前持って行ったことある？僕で20とかする。 20？ でも普通に余ったら握手終わった後にポスターと交換できる受付があって、あ、はいはいはい、最悪握手できんかった分は終了時間なしだったら交換とかはあるんですけど。あった、それあったもん。コメントでそのポスターコンプリートしてくれとか。ああ、それは難しい。ポスターもランダムなんで。そうなんや。でも生写真コンプリートはちょっとやっぱシリーズ化したいというか、うん、まあ第1弾は一応成功してるんで。でも結局それもやっぱ素人でやってるんで微妙だったんで、次はミッキーを横に添えてやっていきたい。いや、もうそれは楽しみすぎます、ね。どれぐらい買うべき？とりあえず1発目。いや、俺前1発目から多分200枚は買ってんで。ぶっちゃけどれがいる？いや、でも1回目で200枚いったんで200枚がいる。200は最低。200は最低。200いって無理やったら追加注文って感じやな。あれだ、何本でも頼める。ちょっと頼める。買おうと思ったら。いや、もうそんな注文したことないんですけど、だいたい前日とかにフラゲでスタヤとか行って、とりあえず全タイプ1枚ずつ全員分買ったりとか。前多分ネットやったもんな。確かに。あ、ネットでしたね。ネットでバッて行ったから。ちょっとそれはやりたいですね、うん、やって握手会本番に並ぶ。さすがに今300枚買ったからで300枚分並ばないですけどね。多分まとめて出してその時間までいけるけど、ほとんどの人そうやんな、はい、みんなちょっとどっかでリアギュラー。さすがに5分喋る、はい、緊張するやろ。いや、緊張します。5分何喋ろうってなるもん。上がってまうやろ。どんな言っても目の前おるわけやから。え、どれぐらい距離感ちなみに。あ、もうメンバーによるんですけど、でも握手って大体このイメージじゃないですか。これこれ。いや、でもメンバーによってはもう恋人つなぎの。え、マジでこれいけるやん。これですか？はい、いけるんや。マジで、はい、すごいなそれ。で、もういい子とかは剥がしの方いるじゃないですか。剥がされてるのに話してくれない子とかいる。やば。でもあれめっちゃ疲れると思うね。俺もだってオフ会やったことあるし、はいはいはい、1000人ぐらいやったことあるんやけど、マジでしんどいから。目おかしなってきますよね。おかしなる、ほんまに。いや、でもその手汗がすごくなりそう、はい、気になっても自分でやっぱやっと手汗がついてきたら。なんかたまに握手で対応悪かったとか言う人いるんですけど、ただメンバーの体調にもよりますし。確かに、あれはもうしゃあない。治療もあるんで、まあ、握手できる環境がもうありがたいんで僕らは。いや、あれって順番って先着みたいな。そうですね。まず握手会の日ミニライブっていうのがあって。あ、そうなんや。別に握手から並んでもいいんですけど、ミニライブ見てから退場して1回会場から出て、握手ブース作成してる間に並んで、そこ入って、でレーンが分かれてて、大体2名ずつなんですけど、人気のメンバーやったら1人いて、そこに1枚使って並べるって感じですね。最後はじゃあまとめ枠やから、もし俺が並ぶとしたら一番最後に並んだ方がいいんだよな。あ、そうですね。もう1人だけでいいなら。あ、そういうことか。そうですね。複数の子に行こうと思ったらもう何回も。あー、そういうことですね。ちなみにテチですかね。いや、俺は当時は加藤志保になってたから。あー、志保ちゃんなら多分大体いつも2人ペアなんで、もう1人多分。でもそれはあの当時の話だから。
俺多分変わると思うよ次多分ライブの人見た時変わると思う多分、はいはいはい、気持ちが。でも実際当日行ったらこっち行きたいなって思ってまうかもしれへんよな。いや間違いないです。でもやっぱ正直有名なとこ行きたいなってちょっと思ってまう。せっかく一人に会わへんだったらほんまに有名どころ行きたいなっていう。でも菅井さんのイメージはすごいいいわけ。あー不器用やのに頑張ってる。いや一回初めて会った時に菅井さんだけ挨拶してくれたから俺に、この俺に声かけてくれたから。だからもう菅井さんは俺の中で女神みたいなイメージ持ってるから。いやでも行きたいな。もう全然ヒカルさんの行きたいこの連僕ついていくんで、はい、それはちょっと行きたいな。基本的にほとんど行ったことあるんで握手、はい、ほぼ全員メンバー制圧しようよ。全員ではないですけど大体。へえ。それでも手違いやっぱり。そうっすね。なんかどんなメンバーに何を言われて釣られたとしても、うん、無本的に勝てないです。最強っすね。なるほど。それやばいな。暑い世界が繰り広げられとうから熱気とかすごそうやもん。夏めっちゃ暑そう。あでも会場多分空調あるんで。あそうなん。もう外並んでる時は暑いかもしれないですけど。体育館みたいなことやるってこと。あそうそうそう。あそうなんや。結構でかいホールで外とかじゃないんでそれは大丈夫です。じゃあ楽しみやろ。次だから次のシングルが発売した時は大量に買って一緒に開封して生写真コンプリートして次の動画で握手と。あすぐ日程僕言うんで。はい、確かにそれはちょっと教えてほしい日程、はい、俺もそこまで情報取られてないからこれちょっと楽しみな敵やな。確かに。いやちょっと欅坂仲間っていう感じそれができたからこれはちょっと嬉しいな。ほんま欲しかったやん、ね、アイドルほんまに好きな子。あそういう好きな子とおったら多分俺も好きになってくるんじゃないかと思ってて。でも俺の周りおらへんやん。あんまり乃木坂が好きな子おらへんけど一人。あそうなんすね、うん、やけど欅坂じゃなかったから。いやよかったちょうど。あと俺ももクロも来たんやな俺。あそうなんすね。ももクロも最近来とうからな俺の中で。緑の。あそうだ。ももクロマジライブ一回行きたいなと思ってて。ももクロあんま見てない。曲は何曲か聞くんすけど。あまあそれ確かにそうや。でもやっぱなんかめっちゃ人気すごいんでアイドルってやっぱあんだけいる中であの少人数でパフォーマンスとかめっちゃ全力で、うん、バラエティも本気みたいな興味はあるんですけど。でもももクロって握手とかできんよな。いやどうなんですかね。あんま聞いたことないわね。聞いたことない。でも握手できるっていうのがちょっといいよな。 AKB グループのいいところは実際会いに行けるという、うん、だって CD1 枚買えば会いに行けるって考えたら結構すごいやん。いやすごいっす。だって CD だけでも価値があるのっていうプラスの方が会いに行こうと思って会いに行けるって結構すごいよな、うん、いやもうめちゃめちゃいいっす。またこれはね後日欅坂の CD が発売されたらやるのでね楽しみてください。で概要欄にねワンショットのチャンネル貼ってるんでね、ぜひ覗いてみてください。はいそんな感じで、ね、終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。